今朝、岡山三津高校では思い思いの服装で登校する生徒の姿が見られました。適当に選んだだけ。切り替えがなんか難しすぎて、なんか勉強集中できるかなっていう不安が。制服をちゃんと着たいという子もいるし、選択肢がある方が嬉しいという生徒もいて、話し合いを通して一つの結論に導き出すというか。岡山三津高校は一昨日から2週間をフリードレス期間としています。この期間、服装は自由とし、普段は校則で禁止している化粧やアクセサリーの着用なども認めています。青色を目立たせるような服にしてます。ちょっと気分がこう楽しくいけるかなっていうのがあります。自分ジャージなんですけど、クラブに行くときに制服を持っていかんくなったので、ちょっとカバンが軽くなりましたね。この取り組みは今年高校が立ち上げた校則検討委員会が、通いやすい学校づくりを目指して企画しました。校則検討委員会はそれまで禁止されていた学校でのスマートフォンの使用について、今年9月から授業時間以外は使えるようにルールを変更しました。生徒はなんかすごいいい表情で学校に来てるなっていう印象で、欠席率とかが下がったりとか、日常生活の中で対話が、さっきもあったと思うんですけど、アイシャドウとかアイラインとか僕は分からないので、そのあたりでそれなんなんっていうふうな対話がどんどん生まれて。フリードレス期間は今月22日までで、高校は生徒へのアンケートを踏まえて、今後身だしなみに関する校則について検討する方針です。